そう。お清半兵衛。なんで昼寝の邪魔するかな。幽閉を作らぬのが勝利の鉄則だ。百戦百勝は善の善なるものにあらず。休みなしで戦っちゃ破滅するよ、官兵衛殿。一組三丁の鉄砲が間断なく玉の嵐を見舞う。押し寄せた武田騎馬軍はなすすべなく絶望に沈む。なんでそこまでやるかな。世には英雄が多すぎる。そのうち天をつかむ一人を除いた他のすべては天下に騒乱をもたらす火種に過ぎぬ。世を太平へ導く答えはそれら火種を完全に沈黙させることだ。名軍師は言うことが違うな。でももっと賢いやり方があってもいいんじゃない。黒田官兵衛は同じく羽柴秀吉の軍師である。竹中半兵衛と共に両兵衛と並び称される当代切手の軍師である。天正三年武田信玄の死後、その後を継いだ勝頼は父の意志を果たさんと上洛を強行。これに対して魔王織田信長はこの機に武田を滅ぼさんと長篠で待ち構えた。完璧な策で敵を完全に沈黙させる官兵衛、意表をつく奇策で敵を翻弄する半兵衛、両兵衛の軍略の共演が始まる。戦乱の火種を消し去る、それが私の使命だ。第一話、長篠の戦い。手段は選ばぬ。この戦を超え、世の時を進めよ。たくまは不要なのに、滅ばねばならぬ。終わりの作品など、何を恐れることがあるだ。騎馬隊、突撃せよ。敵陣を踏み潰せ。尻とか鉄砲、撃て。戦いの足を封じよ。無意味な騒乱を起こすつまずかき者ども、この戦で悟るか。そんなことに絶望しかないこと。私様の志、ここで耐えさせるものか。死人のために死ぬなど無意味でしかない。官兵衛殿がめちゃくちゃ言わんように、俺もついてこ。ここで死ぬわけには当然。
勘弁のやつ、相変わらず容赦ないの。何をしている！南砦からも兵を出せ！開門！かの武田騎馬隊が自滅とは信玄も浮かばれない。もうよい、武田に滅びをくるりえん。これは無理か。撤退せよ。開門。ねえ勘兵衛殿、勝頼が逃げてくの？逃がせばこの戦は無駄、急ぐこと。散り溶かせ。拠点防御に忍び、適材適所という言葉は知らない。勝頼が逃げては無意味、中央軍を突破せねばな。この窮地いかに出すか。疲れてきた。勘兵衛殿、ここ任せちゃっていい？ここは任せてよ。あれは任せてよ。まだまだ、最後まで諦めん。働き、褒めろ。開門。散り溶かせ。どうにか逃げられそうか。残念でした。簡単には逃げられないんだな。行くぞ。カツヨさんはユニフォームで捨てない。行くぞ。これはもののふの意地、最後まで屈しはしない。その志が今この瞬間もいくつもの命を奪っている。その残虐が分かるかどうかなら、ここで抱えて果てよう。残す火種は勝頼のみ、すぐに消せる。進め。
兵は存在すること自体が罪悪、その命で償うがいい。騒乱をもたらす火種一つ消えた。勝つよりもいろいろ背負わされてかわいそうな人。これでまた時が進む。火種は潰す、それだけだ。